夢の旧作「SOS ボーイ」親父の横顔をじっと見ているとだんだん人間らしい感じがなくなってくるんだ骸骨を渋髪で張り固めてワニスで塗り上げたような黒いがっちりしたおでこの下にガラス玉じみたギョロギョロする目玉が。 つつこびりいいている。マドロスパイプをギュッとひっくわえた横一文字の口が旧式軍艦の昇格みたいな大きな顎と一緒に鋼鉄のバイとそっくりの頑固な根性をむき出しているそれがブリッジのクロスに両肘を持たせて青い青い秋空の下に横たわる丘の方を見つめているのだその ぎろりと固定した視線の一直線上に巨大な百貨店らしい建物の赤い旗がフラフラ動いているその周囲に上海の街が展開している上をふうわりと白い雲が並んでいくといったような無事平穏な朝だったがね昭和二年頃の十月の末だったっけが 足音高くブリッジに登っていった俺はその親父の後ろでわざと足音高く立ち止まった「おはよう」と声をかけたが渋上面は見向きもしない何しろ船長仲間でも指折りの変人だからね何か一心に考えていたらしい俺は右手に下げた黄色い四角い紙包みを船長の鼻の先にぶら下げてキリキリと回転させた ご注文のチベット紅茶です。やっと探し出したんです。親父はやっとびっくりしたらしく首を縮めた。無言のまま、六尺豊かの長身をにゅーっとこっちへ向けて紅茶を受け取った。おお、親方か。ありがとう。と、ぶっすり言った。 こんな時ににんがりともしないのがこの渋紙船長の特徴なんだ取りつきの悪いことなら日本一だろうこんな男には何でもかまわない殴られたら殴り返す覚悟でボンボン言ってしまった方が早わかりするものだゆんべいかで妙な話を聞いてきたんですがね今度お雇いになったあの稲一郎って小僧ですねあの小僧は 有名な「南線小僧」っていういわくつきの代物だってみんな言ってますぜ俺はそう言いさしてちょっくら親父の顔色を伺ってみたが何の反応もない愛も変わらず茶色のスフィンクスみたいにぶっすりしている無愛想の標本だあの小僧が乗り組んだ船はきっと沈むんだそうです「愛なって聞くと毛頭の高級船員なんか震え上がるんだそうです 乗ったら最後どんな船でも沈めるってんでねだから今度はこのアラスカ丸が危ねえってんで大変な評判ですがね他の方ではこれだけ言っても船長の渋上面は依然として渋上面であるネイビーカットの剣をブーと吹いたきり軍艦みたいな顎を固定してしまったしかし黒いガラス玉は依然として俺の目と鼻の間をギョロリと凝視している もっと俺の話を聞きたがっているらしいんだあの小僧はちっちゃくて様子がいいので毛頭のスケベ連中が非常にすくんだそうですあの小僧もまた毛頭のハイクラスに抱かれると素敵に金が儲かるんで船にばっかり乗りたがるんだそうですが不思議なことにあの小僧が乗った船で沈まない船は一層もないんだそうです初めてあの小僧を欧州航路にチャーターした 優先のバイカルマルがジブラルタルで藩のう何号かに焼き芋を食わされた話は誰でも知ってるでしょうその時に流れボートに這い上がってハンカチを振ったのがあいつの SOS の振り出しだそうですがねそれから第二単葉マルがスコタラ沖でエムデンにアッパーカットを食わされた時もあの小僧はちょうど新式救命機の着込み方のモデルにされていたところだったそうで そのまんんんままま飛び込でで助かっちまっちたんだそうです、まあ運のいいやつといえばそうでしょうがあいつの運がいいたんびに船全体の運命がめちゃくちゃになるんだからかないませんまだ他にも23艘大きなやつを沈めているんだそうですがそんなに大きな船でなくてもちょっと乗ったコッパ船でも間違いなく沈めるってんでとてもすごがられているんです早い話が 通いの白鷺丸にちょいと乗り込んだと思うとすぐに横須賀の水雷艇と衝突させるケトの重役のお供をしてブライトスターオイルの超速モーター艇に乗ると羽田を着てトンボ返りを打たせるといった調子でどこへ行っても泣きの涙の三輪棒扱いにされているうちに運よく神戸でエムプレスチャイナ号の A クラスボーイに紛れ込んで知らん顔をして上海まで来たそいつを どこかでイナの顔を見知っていたケトウの一等船客が発見してあのボーイと一緒なら船を降りると言って騒ぎ出したそこで今度は事務長が面食らって早速小僧を追い出しにかかったが小僧がなかなか降りようとしない食堂の柱へかじりついて泣き叫ぶやつを下級船員が寄ってたかってピストルやパイプを突きつけてヘトヘトになるまで小突き回して 泥棒猫でも追い出すようにして桟橋へ叩き出してしまったそこで小僧は M プレスチャイナのユニフォームのまま命からがらのバスケット一つを抱えて税関の石垣の上でワイワイ泣いているのをチャイナ号の向かい合わせにかかっていたアラスカ丸の船長あなたが見つけて拾い上げたチャイナ号へつらあてみたいに小僧の頭をなでて慰め慰め拾い上げていた という話なんです現在丘では飲み屋でも税関でも船のやつらが寄ると触るとその噂ばっかりで持ち切ってますアラスカ丸の親父はそんな曰く因縁自己来歴付きの小僧だってことを知って拾ったんだかどうだかってんでねひどいやつはアラスカ丸が日本に着くまでに沈むか沈まないかって賭けをしているやつなんかいるんですぜ 俺は元来デリケートにできた人間じゃない君らみたいな高等常識を持った記者諸君に会場の迷信なんてしかつめらしいがくゃぶった話なんかできるからじゃあ無論ないんだもっとも若いうちは不良の文学青年でバイロンの海の歌なんかを女学生に暗唱して聞かせたりなんかして得意になっていたもんだがねしかしこれからのち 長年荒っぽい会場生活を続けてきたおかげで少年がまるで変わってしまった体こそこんなに貧弱な野郎だが恐竜持ち揃いの機関室で相当押さえつけるだけの腕っぷしと度胸だけは口幅ったいが持っているつもりだ現に船中の連中から地獄の親方と呼ばれているくらいだけどもその俺が この紙親父の前に出ると出るたんびに妙に顔負けしてしまういつもこうしてペラペラと安っぽくしゃべらされるから妙なんだしかも忠告する気で言っている話がついおとぎ話かなんぞのようにふわふわと浮ついてしまう推しのきかないことおびただしい何も語弊を担ぐんじゃありませんがねそんなべらぼうな話があるかって反対もしてみたんですがね 今まであの小僧が乗った船が一層残らず沈んだのが事実だったら今度沈むのも事実に違いない乗組員全体の命にも関わる話だ何もあの小僧がいなけや船が出ねえって理屈もあるめえしおめえんとこの親父がいくら変わり者だってそんな無鉄砲な推挙をして乗組を腐らせるような馬鹿でも安媚 あの小僧のいわく因縁事故来歴を知らねえから平気で雇ったにちげえねえんだ悪いことは言わねえから早く親父に話してあの小僧を降ろしてもらいな大勢の言うことは聞いとくもんだ後できっと後悔するもんだからてなことをみんなしていろいろ言うもんですからねハハハ船長の表情は依然として動かない渋髪色のマスクが 頭の上の青空に凍りついたように動かない俺は思い切りぶつかるように言った「今のうちに下ろしちゃったらどうです」船長の左の目の下にピクピクとシワが寄った同時に片目を半分ほど細くして唇の片隅を上の方へゆがめたこれがこの親父の笑い顔なんだが知らない人間が見たら ととても笑いい。顔とは思えない単なる渋髪のひっつりとしか見えないだろう「有船名物の SOS ボーイだろう」と船長がしゃがれた声でぶっすりと言った同時に眉の間とほっぺたの首筋近くに新しいシワが23本ぎゅーっと寄った冷笑しているのだ「えっ?」 知ってるんですかあなたもうん <laughs> と船長が笑いかけてタバコにむせたブリッジから高らかに唾を吐いたうん <laughs> 知らんじゃったがねみんなそう言うとるみんなって誰がですかどんな連中が船中で言うとるらしい スイフの金の野郎が代表で談判に来たつい今じゃったへえなんと言っておろさなければあの小僧をたたき殺すがええかちゅうてな胸のところの生首の入れ墨をまくってみせよったふふふへえ それで、降ろさないんですか船長が片目を静かに閉じたり開いたりしたそれからネイビーカットのケムを私の顔の真正面に吹きつけた迷信だよそらあそうでしょうけどね迷信は迷信でしょうけどねうん <laughs> 何千小僧を ノンセンス小僧に切り替えるんだ迷信が勝つか俺たちの動かす機械が勝つかだつまり一種の実験ですねうん <laughs> ノンセンスの実験だよ二人の間に鉄壁のような沈黙が続いた船長は 平気でコバルト色の煙をプカプカやりだした俺はどうしたらこの船長を解き伏せることができるかと考え続けた君はいつからこの船に乗ったっけなと船長が突然に妙なことを言いだしたおととしの今頃でしたっけな乗るときに機械は検査したろうな ししましたよ。スクリューのきっ端まで刃までぶん殴ってみましたよ。それがどうかしたんですかうーんその時に機械の間に迷信とか超科学の力とか幽霊とか化け物とか利害の利とかいうものが挟まったり引っかかったりしているのを発見したかね 君が検査した時にそりゃそんなことはありませんこの船の機械は全部近代科学の理論一点張りでできて動いているんですがね今でもそうかねそんならええじゃろう中学生にでもわかる話じゃろうあの SOS 小僧が台風や スパウトやリーフをこの船のコースに呼び寄せる魔力を持っちょることが合理的に証明できる宇宙ならたった今でもあの小僧を下ろす元来物理化学で固まった地球の表面を物理化学で固めた船が走るんじゃろう。それが信じられんやつは 君や僕が運用する数理計算があてにならんなんていうやつは花から船に乗らんがええ俺はぎゅーっとまいってしまった一言ない面目ないと思って残念ながら頭を下げたうん しっかりしオイオイイナイチ一郎、SOS ははは。<laughs> ここだここだあがっちこい親父を探すらしく巨大なバナナを抱えて船長室を駆け出していく青服の子供を親父は手招きして呼び上げた「俺が買ってきたチベット紅茶の箱を」 花の先に突きつけて命令した「これをキャビンへ持って行って蒸留水で入れちくれい地獄の親方と一緒に飲むけにな」「キャプテン」と心中札を打ったドアを開くと強烈な酸類アルカリ類オゾンアルコールレトルト精巧な金具器具銅板円板 アンン各種の針金酸水素ガス灯、電気溶接機天秤、バロメータなんぞが廃者か理髪店の片隅みたいにごちゃごちゃと重なり合っているというのがこのアラスカ丸の船長室なんだその片隅の8日巻きの時計の下の折れ釘にメキシコかケンタッキーの山奥あたりにしかないような 素晴らしく長いものすごい銀色の拳銃が2丁数十発の実弾を頬張ったまま並んで引っかかっているのだ話は脱線するがこのアラスカ丸の船長は無論独り者で女も酒も嫌いなんだ上陸なんかめったにしないんだその代わりに応用科学の本家本元のフランスの大学で理学博士の学位を取っている 一種の発明鏡ときているんだ持っているパテントの数でも十や二十じゃ聞かないだろうみんなこの実験室でひねり出したって言うんだから豪勢なもんだろう去年の冬だっけがそんなパテントの権利も巨万の財産も会員要塞会に寄付して胃がんで死んじゃったが惜しい人間だったよその自分 昭和2年頃には小型な軽い無尽蔵に強力な冠蓄電池の製作に夢中になっていたっけ世界中の動力を冠蓄電池の一点張りにする点でまことに結構な話だがその実験をするたんびに船中の電動力を吸い集めて電灯を薄暗くしちまったりヒューズを飛ばしたりするのには降参させられたよおまけに はくらいの杵巻線が気に入らないと言って自分で機械を作って杵巻線を製作しては切り捨て作っては切り捨てること2万マイルその仕事に行き詰まると今のピストルを2丁持って上看板に駆け上がるメインマストに群がる軍艦長を両手でパンパンと狙い撃ちにして「あはははは」と高笑いしながら 落ちてくるのを見向きもしないで、スタスタと実験室に引き返すという変わりようだから、とても我々ぼんぞくには寄りつけない。恐ろしくコめんどうな動力の計算書なんかを1週間がかりで書き上げてデッキに持っていくと、ありがとう。と言って、見る片端から一枚一枚海の風に飛ばしてしまう。なあに。 たった一目でみんな頭に入れちゃうんだずっと後になって船体検査なんかが来ると自分で機械のそばへ立って何百という数字を空でペラペラ並べるんだから計算した本人が舌を巻いちまうそうかと思うとドイツの先航艇やエムデンの出現時間と場所をぎっしり書き入れた海図をにらんで「もう分かったキャツらの根拠地と」 通信網と速力が分かったというとそのカ図をくしゃくしゃにして海へ飛ばすそれからケトの嫌う金曜日金曜日に汽笛を鳴らして至る所の港港を侵害させながら出版するロンドンから一気にシンガポールまで大手を振って帰ってくるくらいの離れ技は平気の平座なんだから 到底我々の頭では計り知ることのできない頭だよそうした一種の凄みを含んだ船長の顔と部屋の隅でバナナを切っている稲少年の横顔を見比べるとまるで北極と南洋ほど感じが違うイガグリの丸い格好のいい頭が若いビクニみたいに青々としている皮膚の色は 近頃流行のオリーブってやつだろう目の縁と頬がほんのりして唇がイチゴみたいだまつ毛の濃い張りのある二重まぶた青々と長い三日月眉。すっきりした白い鼻筋赤い耳たぶの後ろから肩へ流れるキャベツ色の襟筋が女のように色っぽいんだ 青地に金モールのユニフォームが体にぴったりと吸いついているが振り袖を着せたらお化粧をしなくとも坊主頭のまんま生娘に見えるだろうなるほど毛頭が抱いてみたがるはずだと思っている途端に白いバナナの皿を捧げた小僧がくるりとこっち向きになって頭を一つ下げた俺の顔を哀れみを凍うようにそっと と見上げたそれから恋人に出会った少女みたいな桃色の悩ましげなほほえみを一つにっこりとして見せたもんだ俺はゾッとしてしまったよまったく魔物らしい容器が小僧の後ろの暗闇から襲いかかってきたように思ったもんだよ俺は紅茶もバナナもいいかげんにして故郷の地獄 機関室へ帰ってきた今にも<笑>と笑い出しそうな人形じみた小僧の変態的な愛嬌面と向かい合っているよりも機械室の連中の真っ黒な猛獣面と睨み合っている方がどれくらい気が楽だか知れないと思ってところが機関室に帰ってみると船員の伊奈少年に対する憎しみが 否恐怖が予想外にひどいのに驚いた「親父がぜひともあの小僧を乗り組ませるというんならこっちでも了権がある」というので大変な鼻息だデッキ連中は沖きで次第に小僧を餌にして負荷を釣ると言っているそうだし機関室の連中はボイラに突っ込んで石炭の足しにするんだと言って夫婦言っている。 会員なんてものはこんなことになると妙に調子づいて面白半分にどんな無茶でもやりかねないから困るがね現に水府の中でもアニーブンの向こう傷の金がわざわざ鉄橋号を降りて俺に断板をねじ込んできたくらいだ向こう傷の金というのは恐ろしい出馬だから一名出馬金ともいうくりくり坊主のおでこが 脳天から2つに割れてまた食いつきあった傷跡が眉の間へぐっと切れ込んでいるんだそいつが出刃包丁をくわえた女の生首の張り物の上に俺たちの桃ぐらいある真っ黒な腕を組んで俺の寝台にどっかりと腰を下ろして出っ歯をぐっと剥き出したもんだ「ちょっとお邪魔しますが親方今。 親父のとこへ行ってきたんでがしょう親方。うん、行ってきたよ。それがどうしたいすみませんが、親父があの小僧のことを何と言ってたか聞かしておくんなさい。わしは親方が船長に何とか言ったらしいんで、デッキ連中の代表になって親父の言い草を聞かしてもらいに来たんですが。ははは、それはご苦労だが。 何とも言わなかったよ。お前さん何にも親父に言わなかったんけ。うん、ちょっと言うには言ったがね、何も返事をしなかったんだ、親父は。ええー、何も返事をしねえ。うん、いつもああなんだからな、親父は。あの小僧を大事にしてくれとも、何とも。 親方に頼まなかったんけバカ頼まれたって引き受けるもんかエムプレスチャイナへ面当てにしたことでもねえんだな無論ないよ親父はあの小僧をみんなが寄ってたかって怖がるのが気に入らないらしいんだよしわかったそんで親父の了見が分かったバカな何を言うんだ 親父だって何もお前たちの気持ちを踏みつけてあの小僧を可愛がろうって良軒じゃないよ。今にわかるよ。いんや、何も親父を悪く言うんじゃねえんでがす。うちの親父と来た日にゃ、海の上の神様なんで、万に一つも間違いがあろうとは思わねえんですが、尺に触るのはあの小僧でがす。 てめえの嫌な甲羅も知らねえで、のめのめとこの船へ押しかけてきやがったのが尺に触るんで、遠慮しやがるのが当たり前だのに。ねえ、親方。それはそうだ。自分の過去を考えたら遠慮するのが常識的だが、しかしそこは子供だからな。何もお前たちの顔をつぶす気で乗ったわけじゃなかろう。 顔は潰れねえでも、船が潰れりゃ同じことでさ。まあまあ、そう言うなよ。俺に任せとけ。お任せできねえねえ。この向こう傷は承知しても、旗の奴らが承知できねえ。かわいそうと思うんなら、早くあの小僧を下ろしてやっておくんなさい。面を見ても胸くそが悪いから。 はっはっは恐ろしく担ぐじゃねえか。担ぐんじゃねえよ、親方。本気で言うんだ。この船がこの桟橋を離れたら、あの小僧の命がねえことばっかりは間違いねえんで。だから言うんだ。よしよし。俺が引き受けた。ええ。 どう引き受けるんでお前たちの顔も潰れず船も潰れなかったら文句はあるめつまりあの小僧の命を俺が預かるんだ船長が飼っているものをお前たちが勝手に叩き殺すってのは穏やかじゃねえからな犬でも猫でもええそんなもんですかねええなるほど 親方がそこまで言うんなら、あっしら手を引きましょうが。しかし、こっちの兄貴たちに先に手を出されたら承知しませんよ。もともとあの小僧は、デッキのもんですからね。わかってるよ、それくらいのことありがとうゴンス。でしゃばった口聞いてすみません。兄貴たちも、容赦してください。 とえしゃくをして、かねは甲板へ帰った。命知らずの教場持ちばかりを拾い込んでいる機関部へ来て、これだけの文句を並べる水夫はかねのほかにはいない。現に機関部の連中は、私の部屋の入り口いっぱいに立ちふさがって、二人の談判に耳を傾けていたが、むろんデッキ野郎のくせに、わざわざ親方の私のところへ押しかけてくるかねの聞いたふうな態度を憎んで。 今にも飛びかかりそうな目つきをしながらドアの陰にひしめいていたものであるが、かねが「兄貴たちも容赦してくれ」と言って頭をぐっと下げた会釈ぶりが気に入ったらしく、みんな顔色を和らげて道をあけて通してやった。ふだんなら甲板からちり一本機関室へ落とし込んでもただは置かない連中であるが。そんなわけで、 風前のともし火見たような小僧の命を乗せたアラスカ号が無事に上海を出た SOS どころかしけ一つ食わずに文字を抜けて神戸に着いたそれから親父一流の冒険だが6時間のコースを詰めるために鳴門の瀬戸の渦巻きを7千トンの巨体で一気に突っ切ってご本尊の SOS ボーイを震え上がらせながら 平気の平座で横浜についてしまった。横浜でインド綿花と南洋材を全部あげてしまうと今度はバンクーバー行きの木綿類を生水いっぱいに積み込む同時にアラスカ近海の南航海を耐えうるだけの食料や炭を船が割れるほど突っ込むわけだがその作業はいつもの通り23日がかりでやるのでさえ相当せわしいのに向こう岸のバンクーバーから出し抜けに。 大至急云々の電報が来て24時間以内に出版ということになったのでその忙しさといったら話にならないおまけに横浜市内の道路工事のおかげとかでエキストラが間に合わないと来たので機関部の住み運びなんかは文字通りの地獄状態に陥ってしまったものだそれも一口に地獄と言っただけじゃ素人にはわからないだろう 普通のメールボートは別であるが外国通いの気の利いたカーゴボートになればなるほど荷物をうんと詰め込まれる人間の通れる二役のできるところならばどこでも構わない隙間のあらん限り押し込んでしまうので石炭を積むところは墨蔵以外にほとんどないと言っていいそこへ今度のアラスカ周りみたいな難航路になると必要以上の石炭を積んでおかないと どんな海難にぶつかってどこへ流されるかわからないので楕円形の船の胴体と四角いヘアベアが交錯して作っているあらゆる狭い人間の通れないような歪み曲がった空撃に石炭をぎっしりと詰め込まなければならないその作業の危険さと骨の折れることといったらそれこそこの世の生き地獄といっても形容が足りないだろう この船の料理部屋の後ろの空撃なんかへ行く連中はどん底のタンクの鉄蓋まで突き抜けた鉄骨の隙間に一枚の板を渡してある左右の壁には火のようなスチームのパイプが一面にぬたくっているので通り抜けただけでも息が詰まって目が回る上に手でも足でも触れたら最後大やけどだそこにも々と渦巻く熱気と 石炭の粉の中に臨時に吊るした200色の電球のカーボンだけが赤い糸がなんぞのようにチラチラとしか見えていないそこを23度も住みかごを担いで往復してから急に上寒板の冷たい空気に触れると目がクラクラして足がよろめいて鬼のような荒くれ男が他愛なくぶっ倒れるんだところが ぶったおれたと見るとすぐにアニーレンが船端へ引きずり出して頭から塩水のホースを引っ掛けて尻ぺたを大きなスコップでバチンバチンとぶん殴るんだから息のあるやつなら大抵驚いて立ち上がる「見やがれ昆虫賞くたばるんなら手際よくくたばれ」といった調子である残酷なようであるが限られた人数で限られた時間に仕事をしなければ 機関長の保険に関わるんだからやむを得ないいわゆる近代文明ってやつの裏面には至る所にこうした恐ろしい地獄が転がっているんだ無論俺自身がその中から叩き上げてきたんだから部下に文句は言わさないがねその俺が横浜桟橋のしょぼしょぼ雨の中に突っ立って積み込む石炭をいちいち検査していると 短でナッパ服を真っ黒にしたセカンドのチャプリンヒゲがあえぎあえぎ降りてきて「とても手が足りません。なんとかしてください」と言うんだ「バカそう右から左へ人が雇えるか」と一喝すると「それでもデッキの方で誰か一人でもいいんですから」と泣きそうな顔をする「バカ デッキの方だって相当忙しいんだ殴られるぞでも船長室のボーイが遊んでいますあんなやつが何の役に立つんだでもみんなそう言っているんですこの際、紅茶のおぼんなんか持ってブラブラしているやつは叩き殺しちまえって君から船長にそう言いたまえどうも。 そいつが苦手で。よし俺が行ってやろう忙しいのでイライラしていた俺はチャプリンの話がうるさかったんだろうそのまま一気にタラップを駆け上がって船長室に飛び込んだ船長は愛も変わらず渋髪色の無表情な顔をして湯気の立つ紅茶をすすっていた傍らの鉛張りの実験台の上で問題の稲少年が 銀のナイフでホットケーキを切っていた俺はナッパ服のポケットに両手を突っ込んだまま小僧の無邪気な初々しい横顔をじろりと見たこの小僧を貸してくれませんか稲少年の横顔からさっと血の毛がうせた怯えたように目を丸くして俺と船長の顔を見比べたホットケーキを切りかけた白い指が わなわなと震えた船長も内心ぎょっとしたらしい飲みさしの紅茶を静かに下に置いたすぐに言ったどうするんだ炭運びの手が足りないって言うんですみんなブツブツ言ってるらしいんですすみませんが臨時は雇えないのか急には雇えません か明日の間になら会うかもしれませんがみんなもうヘトヘトなんで船長の額に深い縦じわが入ったこめかみがピクリピクリと動いた当惑した時の緊張した表情だこうした場合のそうした船員の気持ちが分かりすぎるくらい分かっているんだからね それから船長は白いハンカチで唇の周りを丁寧に拭いたそろそろと立ち上がって稲少年を見下ろした稲少年も唇を真っ白にして涙ぐんだ目をいっぱいに見開いて船長の顔を見上げたもんだその時の船長の言うに言われぬ悲痛な同時に冷え切った鋼鉄のような表情ばかりは 今でも目の底にこびりついているがね船長はこめかみをピクピクさせながら大きく二度ばかり目をしばたたいた俺の顔をじっと見て念を押すように言った大丈夫だろうな俺は無言のまま無造作にうなずいた俺と一緒に静かに二三度うなずいた船長はいな少年を見て ガラスのような目玉をギラリと光らした決然とした低い声で言った「よし行け」うわと稲少年は悲鳴を上げながら船長室を飛び出したがその形容のできない恐怖の叫び悲痛の響き絶体絶命の声が 俺は今でも思い出すたんびにゾッとする稲少年は石炭運びの恐ろしさを知っていたのだ稲それ以上の恐ろしい運命が石炭運びの仕事の中に入れ混じっているのを予感していたのだねしかし稲少年は逃れえなかった船長室の外には俺の後から様子を見に来た向こう傷の金が立っていた 大手を広げてイナ少年を抱きすくめてしまったもんだ。ああ助けて、助けて、確認してください。僕はこの船をおりますから、どうぞ、どうぞ、助けて、助けて。あはははは、どうもしねえだよ。仕事を手伝いせえすらええんだ。 しして、ぼくぼくはおかあさんがねえさんがうちにいるんですからいなしょうねんはぬれたデッキにおさえつけられたままてあしをバタバタさしてなきさけんだ「うははははなにをぬかすんだこそしんぺいするなってこと」 オラが引き受けるんだ。この金が受け負うたら指一本サシャしねえかなあ言うことを聞かねえとこれだぞ金は横にあったロシア製のダイスコップを引き寄せたそして手を合わせて拝んでいる少年を片手で宙につるした小雨の中で金モール服が キリキリと回転した。いたしますいたします。なんでもいたします。すぐにすぐに船から下ろしてください。殺さないでください。知ってやがったか。あははははは。彼は大口を開いて笑いながら私たちを見回した。船長も二頭運転手も多分俺の顔も。 いのようにこわばっていた。あんまり金の笑い顔が恐ろしかったので額の向こう傷までが左右に開いて笑ったように見えたのでさあおとなしく働け誰もてめえのことなんか言ってるやつはいねえんだからなは。ッハッハッハに、 肩をすぼめてハッチを降りていく稲少年の後ろ姿は世にもいじらしい哀れなものであったそうして俺たちはそれっきり稲少年の姿を見なかったのだ犬吠崎から金華山沖の灯台を離れると北海名物の霧がぐんぐん深くなっていく汽笛をやたらに吹くので 機関のゲージががなななかなか上がらない速力も半減で能率の不経済なことおびただしい一等運転手と船長と俺とが食堂でウイスキー入りの紅茶を飲みながらこんな話をした「今度は霧が早く来たようだねすぐ近くに氷山がプカプカやっているんじゃねえかな霧が恐ろしく濃いようだが」。そういえば 少し寒すぎるようだこんな時にはウイスキー紅茶に限るて紅茶で思い出したがあの SOS の稲奈一郎は船長が降ろしたんですか船長は木造のように表情をこわばらせた無言のまま頭を軽く左右に振ったおかしいな横浜以来姿が見えませんぜ うん <laughs> 何もいいやせんあの時君に貸してやったきりだちょちょ冗談じゃない僕に責任なんかないですよデッキの金に渡したきり知りませんがあなたも見ていたでしょうやっちまったんじゃねえかな金がといううちにチーフメートが自分でさっと青い顔になった まさか本人も降りると言ってたんだからなむちゃなことはしまいよしかし降りるなら降りるで挨拶ぐらいしていきそうなもんだがねうんうんまだ船の中にいるかもしれんどこかに隠れてと船長が言って冷笑した例の通り渋上の片隅にシワを寄せて ガラス玉をぎょろりと光らして。俺は何かしらゾッとしたそのまま紅茶をぐっと飲んで立ち上がったこうした俺たちの会話はどこから漏れたかわからないがたちまち船の中へパッと広がった「探し出せ探し出せ見当たり次第海にぶち込めろくな野郎じゃねえ」と騒ぎ回る連中もいたが そんなことではいつでも先に立つ向こう傷の金がこの時に限って妙に落ち着いているもんけ飲まず食わずでこんな船の中におれるもんじゃねえちたら逃げたんだよとみんなを制したのでそれっきり探そうとするものもなかったしかしそれでも稲少年の行方は妙にみんなの気にかかってしまったらしく狭い廊下や デッキの片隅を行く船員の目はともすると暗いところを覗き回っていくようであった船を包む霧はますます深く暗くなってきたもう横浜を出てから16日目だから体験コースで3000マイル近くは来ているそろそろ家事を ESE に取らなければとかなんとか船長と運転手が話し合っているが 俺はどううもそんんななに進んでいるような気がしなかった。しかもその割に石炭の減りが激しいように思ったこれは要するに俺の腹加減で長年の経験から来た微妙な感じに過ぎないのだがそれでも用心のために警笛を吹く度数を半分から3分の1に減らしてもらった同時に1時間8ノットのエコノミカルスピードの半運転を もう一つ半分に落としたものだから7,000トンの巨体が蟻の刃うようにしか進まなかった「おいどこいらだろうな」「そうさなどこいらかなといったような会話がよく甲板の隅々で聞こえた無論片手を伸ばすと指の先がぼーっと見えるくらいひどい霧だから話しているやつの正体はわからない 笛を鳴らすとやたらにものすごいが、鳴らさないとまたやたらに寂しいもんだな。アリューシャン群島に近いだろうな。さあ、わからねえ。太陽も星もねえんだかんな。六分儀なんかまるで役に立たねえそうだ。どこいらだろうな。さあ、どこいらだろうな。 こんな会話が交換されているところへ老人のシュチューが飼っているまだらのフォックステリアが甲板に駆け上がってくると突然に選手の方を向いてぴったりと立ち止まったクフンクフンと空中をかぎなした同時にワン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 と火のつくように吠え始めた「おい岡だ岡だ!だ」と後からついてきた シュチュウのハゲ頭が叫ぶ。なるほど。波の形が変化して、目の前にぼーっと島の影が接近している。うわぁ丘だ大変だゴスタン。ゴスタン丘だ丘だ大変だ大変だぶつかるぞーわ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 ーと蜂の巣をつついたような騒ぎのうちに、 船はたちまちゴースタンして7,000トンの打力をやっと食い止めながら丘へ離れた船首にぐんぐんのしかかってくる断崖絶壁の姿を間一髪の瀬戸際まで見せつけられた連中の額にはみんな生汗がにじんだ「危ねえ危ねえ冗談じゃねえ笛を鳴らさねえもんだから反響が分からねえんだだから丘に近いのが知れなかったんだ」 機関長のやつ、やたらにスチームを惜しみやがるもんだからな。てきめんだ。今の島はどこだったろうセントジョジじゃねえかな。てめえ、行ったことあんのかああ、飛行機を拾いに行ったことがある。なんだなんだ、セントジョジって。ああ、まちげえねえと思う。 ぎわのかっこうにみおぼえがあるんだベラボめえセントジョジったらアリューシャンぐんとうのおくじゃねえかうんふねがかすみん中でアリューシャンをつんぬけてベーリングへはいっちゃったんだまぬけめ親父がそんなはんまなところへふねをやるもんけだダメだよ親父にはもうケチがついてんだよ SOS 小僧にたたられてんだでも小僧はもういねえってんじゃねえかいると思うよ親父がどこかに隠してやがるんだ夜中に船長室を覗いたらしっかり抱き合って寝てたって言うぜねえほんとけまったくだよまだ驚く話があるんだ 過干の話だがね、あの SOS 構造ってな女だっていうぜ。おめえ川島よしこって女知らねえか。知らねえねえ。まるまる女優だろ。ああ、あんな女だっていうぜ。ケトの船長なんかよくそんな女を暴意に仕立てて勝ってるって話だぜ。 じぶののんだそうだ自分のくいものをわけてねほんそういえばりくつがわかるようなきもするおんななら SOS にちげえねえだからよこのふねのふなだまさまもうとっくのむかしにくさっちゃってるんだああいやだいやだおらゾッとしちゃっただからよ みんなは小僧を見つけしだいたたき殺して船玉様を清めるって言ってんだ。構えぶちこめや5分間で灰も残らねえってんだ。親父の了見が知れねえな。なによ SOS なんて迷信だって機関長に言ってんだそうだ。俺の計算に迷信が入ってると思うかって。 気管鳥に食ってかかったんだそうだ。気管鳥はなんと言った。へーって引き下がってきたんだそうだ。だらしがねえなあ。みんな一緒に船を折りちまうぞって脅かしちゃいいのに。だめだよ。うちの親父は会社の宝物だからな。チっとグレーの気まぐれなら会社の方で多めに見るに決まってる。 乗組だって親父が桟橋に立って片手をあげれや100や200は集まってくるんだ。そらそうかもしれねえ。だからよバンクーバーに着いてっから SOS のメロンをひょっこりデッキに立たせて「どんなもんだい無事に着いたじゃねえか」ってんでコチトラをはじめ 今まで怖がっていたケトウ連中をギャフンとくらわせようってつもりじゃねえかよ。はあたちがよくねえなことによりきりだこっちとら命がけじゃねえか。まったくだよ親父はそんなことが好きなんだからな機関長も親父にはペコペコだからな。うん,うん、うん。 こんなあんばいじゃどこへ持ってかれるかわからねえ。まったくだ。計算にケチがつかねえでも頭にケチがつか計算にくいがくるのはおんなじことじゃねえかな。そうだと思うよ。すんでなことにたった今だって SOS だったじゃねえか。ああ、いやだいやだ。ぺっぺっ。 こんないいをメインマストの陰で聞いていた俺は、何とも言えない腐った気持ちになって霧の中を機関室へ降りていったこれが迷信というものだかどうだか知らないが自分の頭の中まで濃霧に閉ざされたような気になってそれから3日ばかりした真夜中から波の音が急に違ってきたので目が覚めた アラスカ沿岸を洗う暖流に乗り込んだのだと思ったのでほっとして万年ベッドの中に立ち上がった同時にブリッジから電話が来てすぐに半運転を全運転に切り替える無敵をやめる単勝灯を消す機関室は行き上がったように陽気になった一等運転手の声が電話口に響いた 石炭はどうだいシスコまで受け負うよ。霧は晴れたんかいまだだよ。コースは見通しだが、空一面に残ってるもんだから転測ができねえ。位置も方角もわからねえんだな。わからねえが、もう大丈夫だよ。さっきカシオペアがちょうどそこいらと思う近所へうっすり見えたからな。すぐに曇ったようだが、もうこっちのもんだよ。あっははは。 SOS はどうしたいどっかへ吹っ飛んじゃったい。親父はバンクーバーから鮭とカニを積んでシスコからハワイへ回って帰るんだってニコニコしてるぜ。安心した。おやすみ。ハワイでクリスマスだよーだ。勝手に仕上がれーだ。あははははは。ところが、 こうした愉快な会話が霧が晴れると同時にぐんぐん裏切られていったから不思議であった夜が明けて霧が晴れてから久しぶりに輝きだした太陽の下を見ると船は確かに計算より遅れているしかも航路をずっと北にとりすぎてバンクーバーとは全然方角違いのアドミル・チー湾に深入りして雪をかむったセント・エリアスの岩山と フェアウェザーさんの中間にがっちりと船首を固定させているのにはあきれかえった船長と運転手の計算もまたは俺の腹加減までもががらりと外れてしまっていたのだそればかりではない船に乗ってアラスカ近海へ回った経験のある人間でなければあの近海の波の大きさと恐ろしさはちょっと見当がつきかねるだろう こんなところでいくらホラーを吹いてもあの波の素晴らしさばっかりは説明ができないと思うが何もかもないこれが波かと思う根性色の大山脈が海抜5000メートルのセント・エリアス山脈を打ち越す勢いで青い青い澄み切った空の下を果てもなく重なり合いながら押し寄せてくるアラスカ丸は7000トンだからカーゴボートでは第1級の大型だったが た7,000トンが7万トンでもあの波に引っかかったらコッパも同然だ一つの波の絶頂に乗り上げると岩と氷河で固めた恐ろしい格好のセントエリアスがすぐ鼻の先に浮き上がる文句なしに手が届きそうに見えるこれは空気が徹底的に乾燥しているからそんなに近くに見えるんだが 水蒸気の多い日本から行くと特別にそんな感じがするんだ望遠鏡で覗いてもちっとも霞んで見えない山腹をはう有りまで見えやしまいかと思うくらいはっきりと岩の角々が太陽に輝いていると思う間にその大山脈の絶頂から真っ逆落としに7,000トンの巨体が黒煙をたなびかせて滑り落ちるスキーの感じとそっくりだね 高い高い波の横っ腹に引き残してくるスクリューの泡をじーっと振り返っていると7,000トンの船体が1,000トンぐらいにしか感じられなくなってくる。と思ううちにやがて谷底へ落ち着いた刹那、次の波の横っ腹にトップを突っ込んでドンイーンと7トンから10トンくらいの波にトップのデッキを叩きつけられる。グーんと沈んで、 甲板をザーザーザーと現れながら、次の第三脈の土手っ腹へ潜り込む。何しろ船足がぎっしりと重いのだから、一度大きなやつに叩かれると容易に浮き上がらない。ケビンというケビンの窓が、青い水族館みたいな波の底の光線に閉ざされたまま、パーテカルやキールソンが水圧でもって、キー、キー、キシキシキシ、 となるのを聞いているとそれだけの水圧を感情に入れたストレングス・オブ・マテリアルスの公式一点張りで出来上がっている船体だと分かりきっていても決していい心持ちはしないそのうちにやっと波の絶頂まで上り詰めてほっとしたと思うつかの間にまたもスクリューをひとしきり空転させて塩煙を巻き立てながら 文字通り先人の谷底へ真っ逆落としたこれを一日のうちに何千回か何万回か繰り返すと機関室のベッドにじっと寝転んでいてもヘトヘトに疲れてくるおいおい機関長か船長室から電話がかかる僕です何か用ですかうんもっとスピードが出せまいか 出せますが、なぜですか船がちっとも進まんちゅうて、チーフメイトが訴えてきよるんだ。今、16ノット出ているんですがね、義勇艦隊のスピードですぜ。バカ出せと言ったら出せ。どれくらいですか ?18 ばっか出しちくれ。フルですね。 うん、墨はあるかなまだありますフルで45日分よしガチャリと電話が切れたと思うとやがて船原を震撼する波の音が急に高まってきたたった2ノットの違いでも波が倍以上大きくなったような気がするまた実際船体の答え方は倍以上違ってくるので 石炭の消費量でもちっとやそっとの違いじゃないそのうちに高緯度の癖でいつとなくひばぼんやりと暮れて地獄座のフットライトみたいなオーロラがダラダラとスターンにぶら下がったその下の波の大山脈の重なりを夜通しがかりで白泡をかみ切りながら上ったり下りたりシーソーを繰り返してくる朝の薄明かりになってみると 不思議なことに船は昨日の朝のとおりセントエリアスとフェアウェザーの中間に船首を固定させている昨日から固定していたんだか夜の間に逆戻りしたんだかわからない「どうしたんだしっかりしろ!」とかなんとか運転手と文句を言い合っているうちに昨日の朝のとおりの白い太陽が。 ギギラギラと出てきた空気が乾燥しているから岸の形がはっきりしている山腹をはう割の影奉仕まで見えそうであるさすがに沈着な船長もこれには少々驚いたらしいブリッジに上って珍しそうに白い太陽を凝視しているその横に一等運転手が殻もつけないまま寒そうに震えている 逆戻りしたんだな。いや、波に押し戻されているんです。18ノットのスピードがこの波じゃちっとも効かないんです。そんなバカなことが。いや、実際なんです。去年の波とはたちが違うらしいんです。同じ波じゃないか。いや、確かに違います。一等運転手と船長が、 こんなくだらない議論をしているところへ俺は危険を冒してラダを這いのぼっていった船長は真向かいのセントエリアスの岩山に負けないくらいのゴツゴツした表情で言ったもうスピードは出ないな親方出ませんなバルプが夜通しブーブー言ってたんですから弱ったなあ この船長がこんな弱音を吐いたのは俺はこの時に初めて聞いた「妙ですね今度ばかりはへんてこなことばかりお目にかかるじゃないですかあの小僧を乗せたせいじゃないかなちょっとでも」と一等運転手がよろけながら独り言のように言った青白いこわばった顔をして 俺は強く咳払いをした。<laughs> そうかもしれねえしかしもう船にはいねえはずだからな船長は何も言わなかった苦い苦い顔をしたまま18倍の双眼鏡をセントエリアスに向けた3人はそのまま気まずい思いをして別れたがそれから第3日目の朝になっても 依然としてフェアウェザーとセントエリアスが真正面に見えた時にはさすがの俺もチーンとしびれ上がるような不思議を脳髄の中心に感じた同時に何とも言えない神秘的な気持ちになって胸がドキドキしたことを告白する自分の魂が戦隊と一緒にどうにもならない不思議な力にがっしりとつかまれているような気がしたからだ 石のようにこわばった俺とチーフメートと船長の顔がもう一度船長室でぶつかり合ったここいらを北上する暖流の速力が変わったっていう報告はまだ聞きませんよ運転手が裁判の被告見たような口調で船長に言った船長がよそごとのようにネイビーカットのケムを吹いたうんー 変わったにしたところが1時間18ノットの船を押し流すような海流が地球表面上に発生しうる理由はないてやとあくまでも科学者らしくうそぶいた俺もエンチャントレスに火をつけながらうなずいたとにかく俺のせいじゃないよ石炭は確かに減っているんだからなチーフメイトも目を白くしてこっくりとうなずいた 同時に一層青白くなりながら白い唇を動かした何かあの小僧の持ち物でも船に残っているんじゃないでしょうか船長は片目をつむって唇を歪めて冷笑したしかし一等運転手は真顔になって真剣に腰をかがめながら 船長室内のそこここをのぞき回り始めたおしまいには船長と俺が腰をかけている寝台までも抱え上げてのぞいたが寝台の下にはドイツやフランスの科学雑誌がいっぱいに詰まっている霧であったボーイのスリッパさえ発見できなかったとうとう船全体が動かすことのできない迷信にとらわれてすっかり震え上がらせられてしまった 乗組員の目つきはみんなおどおどと震えていた船が動かない SOS ボーイの祟りだ晴れ渡った青い青い空澄み渡った太陽静かな切れるような冷たい風の中で壁玉のような大波に揺られながらの海難 いけどもいけども、果てしのない海難 SOS の無殿を打つ理由もない海難理由のわからない前代未聞の海難さあさあみんな文句言うところはねありったけの炭をみんな釜にぶちこむんだそれで足りなきゃダンブロの木綿のロールをぶちこむんだ それでも足りなきゃ俺から先に釜の中へ入い込むんだハッハハッハッみんな住み運びだ住み運びだ事実石炭はもう残りがいくらもなかったのだ浜で積み込んだ時の苦労を逆に繰り返してとんでもない遠方から掘り出すように CC 機関室へ拾い集めるのであったがその作業を始めると間もなく 残りを下見に回った二等機関士のチャプリンヒゲが俺の部屋へ転がり込んできただ大変です SOS の死骸が見つかりました何 SOS イナの死骸がかええー、そうなんですああ驚いたちょっとその水を一杯ああたまらねえさあ飲め育児なし どこにあったんだああ、驚いちゃった。料理部屋の後ろなんです。あそこの炭の山の上に、エムプレスチャイナの青い金モール服を着たまんま、半サりの骸骨になって寝ていたんです。いがぐり頭の格好があいつに違いないんですが。骸骨ええ、あそこはパイプがごちゃごちゃしていて、すてきに熱いもんですから。 鎖がはやかったんでしょう。白い歯をいっぱいにむきだしてね。うじ一匹いなかったんですが、ずいぶんくさかったんですよ。おれはだまって鉄橋ごをのぼって、中間パンの水婦部屋に来た。入り口につかまって仁王立ちになったまま、大声でどなった。おいかねこいるかでっぱのかねこ。 生首の金子はいねえかうお<ー>と隅っこの暗い雇棚から寝ぼけたらしい声がした誰だ、うん、俺だおお地獄の親方さんかこらあどうもすまねえがちょっと顔を貸してくれうわー とうとう見つかったかねしっとカ顔で制しながら金子を水婦食堂へ誘い込んだ天井の網にぶら下がりながら金に金口を一本くれた金はしきりに頭をかいたどうも浜じゃ警察が怖がしたからねつい内緒にしちゃったんで炭運びの途中でやったんか 図星なんでへえ。もっともはじめからやる気じゃなかったんでみんながあの小僧は女だ女だって言いましたからね仕事にかからせる前にちょっと調べてみる気であそこに引っ張り込んでへええバカ野郎そんで女だったのかそれがわからねえんであそこへねじ伏せて 洋服をひんめくりにかかったらおそろしくあばれやがってねえ。あたりまえだ。それからどうしたいきなりとびつきやがって。ここんとこをこれこんなに食いきりやがったんで。かねはなっぱふくとメリアスのシャツをまくってひだりうでのちからこぶのうえのほうたいをだしてみせた。まだはれてんで。 ズキズキしてるんですがね恐ろしいもんですねまぬ、あ、けめそん時にてめえ裸だったのか。えっへっへっへへへへ。変な笑い方を知るねそれからどうしたわっしゃカーっとなっちゃってねこいつめ降りると言ったって、他の船に乗らまた技をしやがるんだから。 ここで片付けた方が早道だ。男だか女だか、落としてから調べた方が早道だと思っちゃったところへ。血だらけの口をした SOS の野郎が、私の横っ面へ食い切った肉をパッとふっかけて、悪魔とかなんとか悪態をつきやがったんで、てめえの悪魔は棚へあげやがってねおまけに、 あとでおとっさんに言いつけてやるからとかなんとかぬかしやがったんでいよいよ助けておけないと思って首っ玉をぎゅーっとまったくなんでへえひどいことするなそんで女だったかいそれがその野郎なんでフバカだな それからどうしたいそれっきりでさ、うんざりしちゃって、ほったらかしてきちゃったんです。なぜ海に放り込まねえそれが、誰にも見つからねえように放り込みたかったんで、親方や段ブロの兄貴たちにも申し訳ねえし、おまけに上海であっしがパンに行ったときに、親父が入れ歯をガチガチさして、こんなことを言ったんです。 あの小僧を叩き殺すのに文句はないが、ちょっと待ってくれ。叩き殺すには文句はないって言ったんだね。そうなんで。しかし、死骸はもちろん、髪の毛一本でも外へ持ち出したら、ただは置かないぞってね。そう言って親父ににらみつけられたときにゃ、あっしゃ、ゾッとしましたぜ。 あんな気味の悪いつらはじめてお目にかかったんでええまったくなんでうーん妙なことを言ったもんだなそう言ったんでなんだかわからねえけども万一見つかってクビになっちゃつまらねえことによるとあの二丁のパチンコで穴を開けられちゃかなわねえと思ってそのまんまにしといたんです 全くなんです。案外育児がねえんだなてめえは。まったくなんで。それからっていうのもあの死骸のことが気になって気になって今日は運び出そうか明日は片付けようかと思ううちにだんだん船にケジがついてくるでしょう。死骸は腐って手がつけられなくなってくるしわしゃもう少しで病気になるところだったんで。 もう、こりごりしました。どうぞ、勘弁しておくんなさい。謝っても、おっつくめえけんど。ははは、そんなことはもうどうでもいいんだ。今日は文句はねえ。てめえ言って、大平であのコツを片付けてこい。親父には、俺が行って話をつけてやる。ええ、本当ですかえ、親方。同じことを二度とは言わねえ。 ありが、ありがとうござす,すぐに片づけますああさっぱりしたバカ野郎片づけてからさっぱりしろ金は SOS の金ールの骨を胴中から真二つにスコップでたたき切って大きなバケツ二杯に詰めて出てきた甲板に出て命綱につかまりつかまり二つのバケツを海の上へ投げ出したが その骨の一片が波にぶつかってまたカネの足元へ跳ね返ってきた時カネは真っ青になってその骨をひっつかむと危なくつんのめりながら「ラムは未ぶつ、と遠くへ投げたそれはカネの一生懸命の震え上がった念仏らしかったがとてもその格好が滑稽だったので見ていた俺はたった一人で腹を抱えさせられた アラスカ丸はそれから何の故障もなくスラスラとバンクーバーへ着いた同じ波の上を同じスピードでバカバカしい話だが全くなんだところで話はこれからなんだ船長の横顔は見れば見るほど人間らしい感じがなくなってくるんだコツを渋紙で張り固めて ワニスで塗り上げたような黒光りするおでこの奥にガラスだまじみたギラギラする目玉が2つこびりついているそれがマドロスパイプを横一文字にギューッとくわえたままブリッジの手すりに両肘を持たせて青い青い空の下を凝視しているんだその干からびた固定した視線の一直線上に雪で真っ白になったバンクーバーの桟橋がある その向こう一面に美しいともし火がずらりと並んでいようというところまでやっとこぎつけたんだがね文字どおりにその桟橋の上に群がっている人間は5日ほど遅れて着いたアラスカ丸をどうしたのかと気遣って待ちかねていた連中なんだ SOS の野郎骨になってまでたたりやがったんだな。 親父が出し抜けに振り返って俺の顔を見た白い入れ歯をいっぱいにむき出してものすごく交渉したもんだあはははははいや面白い実験だったねやっぱり利害の利ってやつはあるもんかなたははははがっ ¡Ha, <laughs> ha!